現代社会水がね、とても優れることですね。猫だって、それが生きない体内をこのビデオで紹介自由実験は、この乙女で面白い出来体をよく知るための、トスケはなるはずです。コップに水を入れ、沸騰寸前の待て加熱します。電子裏側はグラスを取り出す。早速、鉛筆を水を浸してみましょう。意外ないことに、水を異物を触れる、沸騰のし始めるのです。金田共有炭酸電池、普通のティースプーンなど何落としてもです。こんな小さなコイノがあります。コイノの上から水が流れるまで何滴の水を落とせると思いますか？表面調理のによって水がここからぴったりとくっつきます。05リットル水筒の2本のガスのステリトコを入れて25度の温度を時間を放置します。その後リツコをボトルを取り出してテーブルボトルをぶつけてしましょう。目の前の水が凝っています。これはマジックです。 G の実験では水の町の箱をレーザーポインターをします。町の2本の箱写真ビデオのように半分割ります。もう1本の町のテリトリーは割った町を上に水を捨ててきたらしい。その町の水滴をバグガラスを用意にします。レーザーポイントの電源の入れを水滴は胸を向けます。電気のキャストは水滴の中に入れていたまま美しい壁の受けのことができます。ソスケは顕微鏡のものがソスケは水滴に触れます。最初の物体を観察できるので驚くべきことです。次にガラス瓶の手の目の方で用意し、瓶の口の輪ゴムで止めます。ご覧のように水を瓶の中に自由に流れ込みますが、瓶の外のは流れ出ません。しかし歯ブラシは簡単に入ることができます。スポイトをスマートフォンの用意します。水取りをカメラの水滴につけます。物体を拡大レンズに手に入ります。ここでは俺たちのボールペンは先ミニ USB ポートを、そして我が家猫のパッドです。マチス本の頭ちぎ手は水を入った瓶の中で入れます。そのままでは植えてますが、瓶の両側から押すとマチは溺れ始めます。瓶を離すとすぐに上向きになります。鍋に水を注いでは特別なことは起こりません。しかし鍋を開から始めは脳を温めてはから実験の効率性は、水鍋が表面の広ガラスを数指標を表面の全てが分かる。お母さん鍋のおかがさないように実験はスティスポンを数カウツを良いでしょう。瓶の取り出しを水をほぼ満度ためで入れてみましょう。インターネット上では瓶の口を少し叩くとそこに抜けるという記事をよく見かけます。本当にキックです。 G の事件では1ミリトルをボールの1100のミリトルを水を計量しますし、1グラムガルギザンのノテル、そしてグラムを乳酸カルシウムをネットが必要です。アルギサンナトリウムを注ぎ、深さではよくかき混ぜましょう。こんな全ての溶けて水の透明になるまで待ちます。次に乳酸カルシウムを入れて普通のティースプーンでかき混ぜます。混ざったはケルヨムザシワからのぼろ液を液はチューブから向こう注ぎます。あとは5分の方で待って、小さなは透明ねはボールの沖縄をボールの身長の取り出せばよい。これで豊か胸の通術のどのように行われるわかりました。たまに明ると中の液体が流れてきます。この液体は食べるのですが危険なのでやめました。なぜかわかりませんが、ポイントはインクを抽出したり燃やしたりのもすることにしました。ボールは本当の水でできてるので火をつけることはできませんでした。なんとか少し焦がすことができました。ベンガロライトスイッチを燃えるかどうか縛り止めることにしました。ベンガロライトテップを巻いて、ひらげね巻いて、ハッティを始めます。意外ですけど消えません。ベンガロライトに利用をするための炭素を再生はさせる化学物質が膨らまっている可能性があり、熱傷を光り消えないようにするための薬になっているのです。水は加熱すると沸騰したり、水から関連性ガスを発生し、そのガスを引火はします。もしこのビデオ気に入ったら友達をと共有するわけそれないでください。よりビデオの作るためのモチベーションのになります。